東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？アビスパ福岡がホーム初勝利を挙げて最下位を脱出した。湘南ベルマーレとの裏天王山を行った福岡は後半36分にフォワード上の久志が決めたゴールを守り抜き 1-0 で勝利。勝ち点を9に伸ばすと同8の湘南をかわした。福岡にとっては2011年9月25日の広島戦以来 J1 のホームでは1693日ぶりの白星となった。決勝点の場面は後半36分、右サイドに流れたフォワード平井翔輝が入れたクロスをフォワード金森武史が落とすと、城吾が倒れ込みながら流し込む。キャプテンはホームでサポーターの皆さんと喜ぶことができて嬉しいですとホッとした表情を浮かべた。しかしどこか浮かない表情の城吾、それは後半18分の場面を思い浮かべてのものだった。フォワードウェリントンのポストプレーから城吾がディフェンダーラインの裏に抜ける。完全にゴールキーパーと1対1の状況を作るが、左サイドを走っていたミッドフィルダー国本貴博へのパスを選択。結果的につながらずチャンスを逸してしまっていた。背番号10は勝ったことに関しては素直に嬉しいですが、絶好のチャンスでシュートを打たずにパスを選択して決められなかったと、ゴールシーンよりもまずは反省の弁を述べると、これで満足せずにチームも個人ももっと頑張っていきたいとさらなる活躍を誓った。湘南は連敗で3節ぶりの最下位転落となった。相手を上回るシュート12本が空砲に終わった湘南。終了間際のディフェンダー島村剛の強烈シュートもゴールキーパーイボムヨンの好セーブに弾かれてしまった。張喜樹監督は、選手も努力して、僕たちも努力しているつもり、0点は悪く捉えれば決定力がなかったということだが、まだまだ成長の余地があることでもある。基本的には僕はポジティブな人間、ネガティブに捉えずに選手と向き合っていきたいと話した。